こんばんは。ゼロ、姿勢の声に、ずんだ餅が好きな、東北ずんこの音声を入れてみました。よろしくお願いしますわ。姿勢の声は、ゼロ、3作目になりますが、眠ると、この屋敷に誘われ、登場人物を巻き込んでいくゲームです。遮影機を使って、敵を倒しても何度も湧いてきますが、封じるだけで成仏はできてないんですね。開けちゃいますよ。パンツが手に入りました。これで3つ目です。あ、4つ目でした。返事がないただの、おっと誰か来たようだ。怖いとダイエット効果にて決めんて本当ですか？現に何も喉を通りません。
結構侵食進んできましたね。痛くないですか？黒沢さん。はい、黒沢ですが。ミク？出して！出してよ！出して！そんなにいっぱい出せません。もしもし、天倉ですが。はい、では。レイさん、これ。ごめんなさい、ぼーっとして。なんだか疲れました。体が冷たい。最近昔のことばかり思い出すんですよね。子供の頃のこととか。何か悪い。前回はシャワー室まで入り込んできた爪女です。我慢なりませんね。もう。今日も雨ですね。あ、はい。すいません。ご用ですか？
かりました。でもレイさん、私なんだか不安で。あ、ごめんなさい、ぼーっとして。最近昔のことばかり思い出すんですよね。子供の頃のこととか。やっとなのか、もうここまで来ました。自由の国です。選手交代です。室伏広治です。さあ行くぞ。ここは戦うべきなのでしょうか。戦うべくして経験値はたまるものか、たまってたまるか。やるじゃないか。
正気って空気が悪いところによくたまるあれですよね。私はそういう場所に行くと頭がクラッとするであります。モノクロの空間がさらに醜さと臨場感を醸し出しておりますね。あった。カモンカザグルマ。前回はこれにしてやられました。ちょっとここでも住み道はないです。プレイしている立場ではそろそろ川沿いに行きたいのですが、ちょっとまずいかも。どこですか？川や。
時空が元に戻りました。え、まだ誘拐。とりあえず、今夜は、セーブして保存して終了して、ずんだ飴を飲めます。それでは、お疲れ様でした。ずんだ、アローシュート。